ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、今回もですね、ホライゾンストーリー進めていきたいと思っております。あ、こっちはまだやってないチャプターなのか。キャニオンクルーズ6分40秒。ほう。というわけでございましてですね、今回もですが、ガンガンですね、残りの終わってないシナリオを終わらして、名誉殿堂入りも終わってますので、ストーリー上やることがない状態にしたいと思います。いやー、今ジェイミンからホライゾンラッシュのスタントドライバー全員のテレメトリーデータを取れと言われたんだ。中でもあんたがベストだそうだ。宣伝目的で言ってるだけだ。じゃあ謙遜してるだけか。科学を使って証明しよう。ハーニガンキャッシーにの、ハーニガン、うん、あの英語やめて。よいしょ。というわけで、まずはこの地域をリラックスして回ってみようということでございまして、目的地までのレース、チェックポイント内系っぽいレースなので、まあいかにして立ち回っていくかと、ショートカットが使えそうなところはガンガンぶち込んでいくっていうのが重要そうですね。なので、ね、こういう狙えそうなところはもう直線で狙ってしまってもいいのかなという感じでございますね。だしコースも長そうだしね。にしてもこの車ワイルドだな。あ、やべ。さてさて、本当に林はね、なんか行ける車と行けない車の違いがね、分かりづらいんだよね。それぐらいならカバーできるんじゃない？ OK。 というわけ、あばば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 、それはカバーできねえな。もうちょっと右の角度から飛んであげてと。おっと、ギリセーフ。セーフか。さあ、というわけで通れる。で、目的地から次の目的地を目指そう。まあ随分ショートカットはしたべ、多分距離的なこと言うと。で、まあごめんなさい、あれだね、ここあれだな、難しいな。で、ちょっとこれ左側行っといて。そうなのよね、岩肌に面したところのマップってさ、ちょっと変な突っ切り方すると事故るんだよね。でもここら辺ぐらいからそう抜けられる時代だ。 OK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 。 で、よいしょ。で、さらに次の目的地が見えたので、いや、これぐらいワイルドな車だとあれだよね、攻めれちゃうよね。で、次は左側、左側の奥側が目的地か。なんか戻らされてるような感じに見えるけど、どうなんだろう。あそこ多分良くない気がある。あぶね。で、さらに結構山の上側に行かせようとしてる。だからずーっとこのルートで走ってると途中どっかでしんどくなるな。なので最終目的地がな、どこかってのが分かってねえからあれだけど、多分これ山道登ってるから次の目的地上側だと思うから、変なコース選びすぎると登れないルートの方に入っちゃってみたいなことが多分ある崖際なので、そういうことがないようにしてきましょうね。よいしょ。さてさて、そうね、あれだもんね、いろは坂みたいなところ来たもんね。で、ここはもうしょうがないから、うん、これは順通りに来といてよかったはず。さあ、というわけで改めてそこ、あ、なんだ、下りじゃない。だからちょっとリワインドして、もう一発ぐらいリワインドして、で、ここら辺から上に登ると思ったらドン、下に下ってるからひどいレース展開だな。なので、ここら辺からよいしょーつって突っ込んでいけんじゃない。よいしょー。で、目的地ついて、で、まだまだ崖飛びで、あーっと、大丈夫大丈夫ではないけどね。あ、やばい、岩肌だ。岩肌になっちゃうと結構スピードがある状態で飛ばないと。だから一回、あー、もう一個前かすげえ映像だな。で、だからここちょっと左側からもうちょっと飛ぶようにして、ちゃんとスピードを持って、どこに向かってどうなってます今私。でも生きてるってことは生きてる。おっほー、なんとかなった。で、
いやなんとかなったで、あーなんとかなったで、これでこっちだね。オッケー。いや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 、なんかもうあれだな、車をおもちゃにして遊んでる回だなこれ。で次はケーブルカーに乗ろうか。うるせえ。お、次がラストだね。あと 2.5km でっていうとこ、あ、ゴン 2.5km でラストっぽいので、そこはちょっと間抜けたいよね。よいしょ。で線路の上走ってと、多分線路じゃなくて本当はこれ右下かなんかに違うルートあるよね。こっちが正解だよね。でおっと、テクスチャーの問題で壁がカラフルですよ。であとすげえのテクスチャー、今、3分40秒で残り1キロちょいでしょ。これは余裕だべ。なのであとは順当に適当に走って終わらせていきましょう。龍拳よいしょ。でまあ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 、ドリフトのためのポイントが欲しかったんだぜっていう言い訳をしておいて、でここのところゴールしてと。ちなみにねちょっとね今ねこれ俺 Windows 11入れてるんですけど、今度どっかのタイミングで年末ぐらいに初期化しようと思ってるんで、その時にフォルツァ入れ直そうと思ってますという個人情報でした。さあというわけでこれにて3スターでゴール。よし、これでこの地域のことも分かったろうから、いいデータが取れそうだな。ジェイミンと出会い役で電話してすぐに連絡するよ。そりゃボロボロでしょうね。あの走り方はね、車ボロボロだし、なんかこの状態でさ、周りのやつらもさ、ホープがあのいい走り屋だと思ってるんだったら、いろいろと考え直した方がいいと思いますけどね。すげーテクスチャー、レベル103だ。で、で、いやー、ミーゴ、次の研究課題を大学から受け取ったんだ。というか、主に、ジェイミンからだな。あ、これで終わりか。で、テストドライバー、スタントマスター。これやってないよね。ってことは次はあれか、だからデータ系はこの何、スタントやらされたりとかもろもろやらされたりっていう感じか。まあ言っちゃいいんだけど。さあというわけでございまして、テストドライバーホライゾンラッシュ、スタントマスターやっていきたいと思います。お、オンラインね、オンラインから切断されたってなったけど、別にオンライン関係ないからいいや。さてこの機器は地理的な調査を使うものなんだが、これを使えばスタンド動画を作るのも簡単だよな。後ろすげえな、いいアドバイスだありがとう。どこまで行っても俺は科学者なのさ。行こう、 Let's get going。 Let's get going。 さあというわけで何ポイント言うた、今出ねえか。途中でスキルスコアを手に入れつつ、あれか、目的地に行かなきゃいけないのか。だから稼げるところでちゃんと稼いであげつつ、規定タイムまでに多分行かないとダメですよってなるから、だからちょっとあれだよね、ドリフトとかでこうやってコンボとか積み重ねてあげて、で多分まあ 4,5 万ポイントあればいけるだろうから、だからちょっとそれを目標として、やべ、オッケー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 、危ない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 、サイドドリフト入った。もうなんかそういうアートに見えるな。でとりあえず倍率的には4倍5倍ぐらいまで上げて上げてってやれば、やべ、で、できればだけど一回コンボ続けさせて無理やりサイド引いて、でサイドスワイプ取って、で今 4.7 だから、この状態だとただ5万点ぐらい狙えるんじゃねえの。一回これで下ろして4万4750で2スターで6万か。思った以上にあれだな、癖あるな。で残り時間が1分52秒だ。それも加味すると結構厳しいクエストだな。さっきの途中でキャンセルするんじゃなくて、もっと全体的に回してった方が良かったっていう説もあったりするね。であと1分35秒、
だからゴールまでの頃合いも見ながらで、そうなると多分星さんあれだと思うんだよね、10万点ぐらいだと思うから、だからそれも加味した状態で動かさなきゃいけなくて、今ここで4万あーと残ったか、さすがに今のはダメだと思った。で、12万点ぐらいかな、12万点ぐらいまで盛り上げといた方がいいのかなとは言いつつ、ここで無茶しすぎるとクラッシュした時のペナルティが重たすぎるから、1回6万5000ポイントをアウト。あぶね、あぶね、もらえたらよかったのに。でもこれで、1万7万5000だから、やばい、あぶね、あぶね、もう1回やめよう。普通に走って7万で、で、3スター取れたから、あとは目的地にゴールして終わりだ。で30秒ある、オッケー、ちょっと怖かった、オッケー、よいしょ、これで3スターですね。ホライゾンラッシュには十分なはずだ。大学でさえ面白がるかもな。よし、大学の研究サーバーにアップロードする無加工のデータがたんまり取れた。ジェイミンはどうかな、どんなフォーマットがいいと思う？ジェイ、ビデオを投稿して彼をタグ付けするだけでいいよ。ほうほう、いやいやいや、今のやつちょっと最後の車にぶつかるかぶつからないかで結果が相当分岐したと思うから、ちょっと怖かったけどなんとかなってよかった。やあアミーゴ、調子はどうだ。今回はスタント調査の最終段階として渓谷で最大の危険標識に挑むぞ。なるほど、 J のアイディアか。実を言えば大学のさ、物理学科のな。でも J が車を提供してくれた、見に来いよ、その価値はあるぞ。はい、というわけで、どこにある、テストドライバーの血気盛んになってるけど、ここにファストトラベルで行ったらあれじゃない、ここから3受けられるんじゃない。さてさて、でこれでシングルの、あ、これじゃねえわ、これは終わってるやつだ。クエスト探すのも結構一苦労よ。あ、これか、街の眺め、オッケー、こっちに飛んでいきましょう。6000円無駄にした。違うやつだ、なんかテストドライバーがすげえ増えてるな、そう考えると。まあまあ、とりあえずこれもやっときたいから言っとく、受けとくか。テストドライバーホライゾンストリートシーン、街の眺め、2分25秒やっていきましょう。来てくれてありがとう。まず一つ目の仕事なんだが、大学が街の地図を作ってほしがってるんだ。ツアーの準備はいいか。 GR スープラでか、最高だな。さあ、というわけで、わ、スープラケツかっけえなー、おい。さあ、というわけで、ストリートなので、おそらくだけど、他のアザーカーも出るでしょうと。で、そこまで加味しながらやらなきゃいけなくて、ネクストの目的地の距離が結構短いから、無理くりショートカットみたいなのはできないね。あと、ストリートはそもそも向いてない。なので、ナチュラルボーンタイムアタックになっちゃうかな。あー、ちょっと減速が早すぎたか。さて、でそこから内側ぐるっと入って思いっきり直進。さーて、ここは三つ星取れるかどうか、完全な純粋タイムアタックだもんな。さてさて、でちょっと抜けておきつつ、早めに1回ブレーキは踏んどかないと制御ができなくなるから。さて、でここを抜けてさらに直進。歩いて地図作れよお前らなあ、伊藤忠敬みたいにさ、なんか頑張れよお前ら、車なんか乗らんと。さあ、でここをこうやって内側からクッと入って、で次がまた、もう目的地の表示の感覚が攻めーのなんのって。で危ない、でここ入って、で次また左、最終目的地って言われるまではもうこれが続くもんな。でもあれか、次 1.3 キロもあんのか、ちょっと街から抜ける形になるか。なのでちょっとアザーカーとの兼ね合いも見ながらやんなきゃいけないよね。で、よいしょ、
なんか GTA 5のあれだ、途中の街みたいな通路だな。で、よいしょ、あーっと、さすがに三つ星はきついか。まあ三つ星はきついにしても頑張って二つ星とかは取りたいよね。さあ、オフロードカーではないのでどれぐらいスピードが減速するかっていうのはあるけど、最終、あー、これはあれだね、詰めたらいけるね。まあまあ今回は2スターで妥協しておきましょう。タイムアタック系のレースはもうレースゲームは高望みしたら終わらんからね。終わったな、これで最後だな。やれやれ、5分足らずで500年の歴史を駆け抜けるとは、あんたは本当に早いな。また連絡するよ。案内してくれてありがとう。じゃあまたな。まあね、二つ星三つ星欲しいけどね。もうこれに関してはね、チューニングとかも何もできないからさ、ホテルカスティ、でホテルカスティで、これはセール中なんぼ、マップも見てないからあれだけど500万。わ、デイリーホイールスピン、毎日起動するだけでホイールスピンが回せるから金金策に使えるって感じの家か。欲しいね。で、またですね、どん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 移動していきたいと思います。というわけで、もうこのテストドライブ系のね、ミッションがちょっと今回メインになるかなと思いますけど、どんどんプレイしていきたいと思いますよ。さあ、というわけでございまして、今回のは、これ終わりですね。461メートル以上飛べば終わりというですね。待て、ひらめた。どうするつもり？ああ、なるほど。素敵な理論だ。メルセデス AMG1、出力は1000ヘクトパスカル以上。どうだ？大学2話の心拍数を測定してもらいたいよ。俺もさ、ホライゾンラッシュへようこそ。準備はいいか？さあ、いやー、いいですね、化け物みたいな車で、ジャンプで目標のスピードを出す、ところまで飛ぶになってるので、さてさて、どこがジャンプ台かにもよるんだよね。今280ぐらい、まあ、とりあえず300は出しておきたいよね。特に直線に対してで変なアプローチがコーナー上なければ300オーバーでいきたいと思ったら、まさかのここで減速ポイント。さて260、200、あー、そこで飛んでしまってる。さあ300はいきそうだけど463、すげえ、超クールだぜ。つまりあれだ、実験終了だよ。科学は宣伝に向いてるんだな。あ、 OK。というわけでね、このテストドライブは終わりましたので、また違うテストドライブ進めていきたいと思います。あれ、芯がついてるのでやったんだけど見当たらんな。ストーリー、ストーリー、あー、でもこれやってないね。じゃあこれ飛んでいきましょう。もうね、なんかマップがね、アイコンだらけなのでね、完全にね。さあ、というわけでございまして、今回のお、あ、イベント完了のクレジット処理か。さて、スピード強2個目ですね。196キロで、チェックポイントを走ればいいっていう感じのレースみたいです。やっていきましょう。Good to see you. 久しぶりだな、さっき後ばっかだよ。大学がグアナフアト郊外のスピードゾーンの反応時間の改善を図っているんだが、ホライゾンストリートシーンがそれを任そうとしてるんだよ。まあそうなるよな。スピードゾーンが対処できるか検証しよう。さあ、というわけでやっていきましょう。さーて、ここの競争は熾烈だぞ。ルートに従って走り、あんたの実力を見せてくれ。受けてたぞ、手本を見せてやる。まあでも要はそこのスピードゾーンの時にあれでしょ、目的地通る時に140何キロで走ってりゃいいんでしょ。要は
さあというわけでちょっと夜だから木が見づれえな。まあとりあえず目的地までさサクッとできれば移動しちまって、よいしょー、おーっとっと移動しちまって、その先のところ行きたいな。すげえ、テクスチャーが追いついてないからか知らんけど中央線がどんどん表示されるという謎の現象が発生して面白かった今。さてさてね、ここら辺にチェックポイントあってくれたらねもう終わりなんだけどねーと。まあ、ここまでの通過点正直どうでもいいレースだからな。思いっきりぶつかっちゃった。あーでもあれか、残り時間があるから残り時間内にたどり着かなきゃいけなくて、なおかつスピードチェッククリアしなきゃいけないっていうミッション構成か。なるほどね。さーて、あよいしょ、とりあえずうい危ないで、さらに前側進んでって、あーこの街が走り慣れてねえからこの後のコース展開全然わかんねえや。さあというわけでここは突っ切ってもいいタイプか。さあ残り2キロ、まだな騒ぐ時間じゃないな。145キロっていう意外と遅いスピードなのが気になるんだよな。何かしらの145キロにまで減速してる仕組みというか、あの手前に急カーブとかがないと目標がこれにならないと思うんだよね。だって今この状態でね、あでも145キロはあれかスター1か。あなるほど、そういうことか。スピードゾーンってアベレージスピードゾーンか。だから結構頑張らなきゃいけない感じだね。よいしょ、で最後の底のやつを、あーくそー、もうちょっと減速早めか。なのでもうちょっと緩やかにインからガッと走れるようにして後半で引っ張ってあげて、あ、いかない。ものすごい数値だ、よくやってくれた。確かなことが一つ、大学のエンジニアはこれからもスピードゾーンの改良に励むってことだ。でストリートシーンのレーサーはそれに勝とうとするわけだ。2個か、しょうがないね。というわけで続いてのミッション目探しに行きましょう。オラアミゴ、大学とホライゾンストリートシーンの間で大揉めになってる。解決のためにあんたにここへ来てもらいたいそうだ。俺？なあ、わかった。さあというわけでございまして、続いてはこちらでございますね。ファーストトラベルで進行していきましょう。さあさあ、あれだね、あのこのストーリーミッション経験値おいしいのかな。あの普通にレベル105まで上がったね。さあというわけでございまして、これが第3章かな。大量のショートカット、あやべ、星さんの時間見てねえ。でもショートカットしろってことでしょ、大量のショートカットっつってんだもんね。さあというわけでストーリーから見ていきましょう。追っていきやしょうね、この言葉で追っていきやしょうぐらいでね画面切りがあるといいんだよ。いいところに大学で GPS を改良しているんだが、ストリートレーサーたちは土地勘に勝りはしないというんだ。だと思う。すげえミニ四駆みたいなスープラだな。さあ、というわけでどんどんショートカットして進んでいきましょうっていうコースだな。だからまあ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 最初はある種、あでもここでいきなり外側に回される時点でちょっと違うんだろうな。もっと最善の流れがあるんだろうな。だからここからはこうだよね。おー、そりゃ空を飛ぶのが最短のルートだよなって。あー待って待って待って、さてそこでうだうだ詰まっちゃった時間があるからそれ自体はダメとして、そっか、ちょっと土砂自体が斜めになってるからあれだよね、あの俺自体の移動もそうなっちゃうよね。で、あと30秒で3キロ、きついね。これはマジで、あのうわー、ショートカット探すゲームになるね。まあ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 、無論ちょっと星3スターは取れるところは取りたいけど、取れないところで無理くり取るつもりもないので。だし柵とかがいっぱいあるのしんどいね。うわー、お前柵か。なのでちょっともうちょっと右側から車道に出て、出てからこっちか。
まあ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 、あれじゃない、星3は取れなくても星2は取れるんじゃない。よいしょ。そうね、多分最初の出だしで事故ってるから、最初の出だしもっといい感じにしたらもっとスピード速かった気がすんな。で、あそこのプレハブ小屋みたいなところの横を抜けてきたかったんだけど、思いのほかスピードが出てるので、もうちょっとハンドル左に切っとかないと。おっと、まあまあ星2が2分、ああ、じゃあもうそれでいいや。さあというわけでございまして、とりあえずよいしょ、おーい、お茶、オッケー。さてさて、テレメトリと俺の効率アルゴリズムによるととても楽しかったよ。確かにストリートレーサーはショートカットの心得てる。だが GPS がなければ比較しようがない。じゃあストリートで頑張ってくれ、またな。偏らないようにするよ。読むのに時間かかりましたね。さあというわけで、まあ星2でしょうがないってところではございますけど、でもストーリー一気に進んだな。今回の配信枠だけで5、6個ぐらい進んでるもんね今で。この状態で新しい、あった、ここにもあるね、ボーンファイトと。まだあるね、まだあるね。ただ、ドリフトクラブメキシコ5万点のドリフト取っていくやつ、ちょっとこれもやっていきたいと思います。わあ、長いやつだ。ドリフトクラブメキシコ、バックトゥースライド、効果的な横滑りコーナリング支援者でドリフト大効果の、ロバート・グリーンが、ついにメキシコにやってきた。ドリフトクラブの第一ルールはドリフトクラブを世に広めるということを忘れなく、集いは毎週目標、必要であればスペアのタイヤもあるというわけでね。いやいやいや、ストーリー終わるのにあとなんだかんだで3週間ぐらいかかりそうだな。俺の知る限りあんな風にマシンを扱えるのはあのウェールズ人しかいないよ。ま、あんたの横滑りのスキルにはかなわないけどね。いつも通り謙虚だな。それで何をするんだ。あれですね、スプリンタートレーナーですね、パンダトレーナーですね。さあというわけで、途中でドリフトポイントを1万点以上獲得した状態で目的地に移動すると、なのであれですね、直撮りコースですね、完全にこれは。なのでもうこうやってグワングワン移動、あーっと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 移動していきながら、よいしょ、こんな感じでドリフトをガンガン決めていきながら進行していくと。でもこれでゴールすりゃ OK ですね。ダーンね、もう完全に無視ですね。OK というわけで、これで3スター。もう1本走りたいなら頂上まで持ってくれ。これで結構です。お疲れさんした。あっという間だったな、これは。それでドリフトクラブメキシコのグランドオープンはいつになるんだ。誰から聞いたんだ。わかりやすいな、ロブ、次があれば呼んでくれよ。 OK。 まあね、ドリフトのやつはね、あの車の制御してたら終わるから、あの終わるからってか、車の制御がメインにタスクがなるから、それはそれで楽しいんですけどね。さあちょっとね、時間的にはちょうどいい感じにもなってしまったので、今回はですね、残りの時間はどんどん回していきたいと思っております。さあというわけでございまして、まずは先にメッセージセンターのチェックからですが、特にプレゼント、おっと、スーパーホイール12万5000、いいね、合計で15万。はい、あー、2000円、これはゴミですね。でこれで見終わってる。じゃあホイールスピン6発いきます。よいしょ、5000、10万、17万5000、10万、X クラス、あ、ベンツか、ラスト2000円というわけでございましてね、所持金がね、とりあえずなんとなく100万まで復帰してくれましたね。でさらにこれで車も1個ゲットできたのでというところでございましょうか。あ、これでも開けとくか。まあ基本的にはリンクばっかりっぽいけど。で、これと、これと、あ、でもテストドライバーあれか、10スピードスキルを達成するとかだから、もうちょっと頑張ればいけそうな感じだね。で、プレゼントが1、あ、ドリフトクラブの1勝で、あ、レジェンドなんださーて、こんな、まだあるね。で、さらに、リンクのチャット文。で、名誉伝道が、
お、エピック、バンテージと、毛布スーツというところですね。これで一回プレゼントも開け終わりました。さあ、というわけでございまして、また次回ですね、ストーリーの方もゴリゴリと進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ここまでのお相手は私、ヤガミンこと、ヤガミハイタクをご案内しました。ではまた次回お会いしましょう。See you next time. See you! バイバーイ!